ジャンルイジ・ブッフォン。ジャンルイジ・ブッフォン。1978年1月28日イはイタリアカンラーラ出身のサッカー選手。ユベントス FC 所属。元イタリア代表。ポジションはゴールキーパー GK。120年にわたりイタリア代表の聖 GK を務め、イタリア代表最多出場記録を誇り、2006年 FIFA ワールドカップ覇者。 日本においては、ジャンルイジホンと表記されることもある。愛称、ジジ、ギギ。1991年に、パルマ AC のエルメスフル号に、GK 育成コーチンスカウトに見出され、同チームの下部組織に加入した。1995から96シーズンでは、下部組織加入からわずか4年でネビオ、スカラ監督によって、パルマのトップチームに昇格。 その時まだ17歳だった。1995年11月19日、ファビオカ・ペット監督率いる AC ミラン戦で、セリエ A デビュー、17歳9ヶ月。その試合でこの年のバロンドールを受賞する、ジョージ・ウェアの至近距離からのシュートを顔面セーブするなど、スーパーセーブを連発し、0から0の引き分けに貢献した。このシーズンは9試合に出場した。 1996から97シーズンでは、政治家としての地位を確固たるものとし、リリアン・チュラム、ファビオ・カンナバーロと共に、強固な守備陣を形成。チームは、セリエ A2 位につけた。1998から99シーズンでは、剣士を武器に、チームは、コッパイタリア優勝、UEFA カップ優勝、イタリアスーパーカップ優勝を達成した。 2000から01シーズンでは、このシーズンにおいて、自身初となるセリエ A 全試合出場を果たした。2001年7月2日、GK としては、史上最高額の移籍金となる5230万ユーロ、約56億円。当時で、マルチェロリッピ監督率いるイベントス FC、イカユーベと表記に加入。当初は GK にこれほど、 多額の遺跡金を支払ったゆうべに会議的な見方をする専門家が多かったが、サッカーをよく理解していないもののザレトとブフホンは反論し、その年のスクデット獲得に貢献をした。2002から03シーズンでは、セリエ A 連覇を達成。UEFA チャンピオンズリーグでは、準決勝セカンドレックのレアルマドリード戦で、ルイス・フィーゴの PK を止めるなどを活躍し、決勝進出。 しかし、オールドトラフフォードで行われたミランとの決勝戦で、PK 戦の末に敗れて、準優勝に終わった。なお、このシーズンは、UEFA チャンピオンズリーグの MVP、GK としては、史上多だと最優秀 GK に選出された。2004年3月に、FIFA が100周年を迎えるにあたって、元ブラジル代表ペレが選出した FIFA、FIFA100。 偉大なサッカー選選手125 2005人に選出された。2005から06シーズンでは、8月14日に行われたミランとの親善試合でカカと激突し、右肩を脱臼。長期の戦線離脱を余儀なくされ、ユーベはその代役として、クリスティアン・アッピアーティをミラから獲得。一旦、同年12月1日のコッパイタリア、アッコフ・フィオレンティーナ戦で復帰するが、 カペロ監督のまだ十分に回復していないとの判断により、その後の試合には出場せず、1月15日のレチーナカルチョ戦で再度復帰、以降は政治系の座を奪還した。2006年6月から7月にカルチョスキャンダルでイタリアサッカー界が揺れる中、ブッフォン自身にも違法なサッカー賭博に関与したのではないかとの容疑がかかり、パルマ地検とトリノ地検から、 事情聴取を受ける後に無実であることが判明。2006年8月、所属チームである優米の野王朝行為により、チームがセリエ B へ降格することが決定し、カンナバーロやジャンルカザンブロッタなど多くのチームメイトが移籍してゆく、中、アレッサンドロ・デル・ピエロやパベル・ネド・ベドラと同じく優米に残留する意向であることを代理人を通じて、ラジオで発表した。 2006年11月、2006FIFA ワールドカップでの活躍により、バロンドール受賞が噂されたが、投票の結果に言に終わり、イタリア代表のチームメイトであるカンナバーロに、その栄誉を譲った。2006から07シーズンでは、チーム最多となる38試合に出場し、ユーベをセリエ B 優勝に導いた。シーズン中から、UEFA チャンピオンズリーグ出場のため、 他チームへ移籍するのではないかと噂されたが、シーズン終了後に、ユーベとの契約を2012年まで延長した。2007から08シーズンでは、2008年3月14日に、ユーベとの契約を2013年まで延長した。2009から10シーズンでは、シーズン開幕から好調を維持していたが、2009年12月12日に、左膝半月板の手術を行った。 2010-11シーズン 2010FIFA ワールドカップのイタリア代表メンバー23人に選ばれたが連覇を狙ったこの大会でグループリーグ初戦のパラグアイ戦で負傷退場その後追感版ヘルニアのため手術を受けた11月に練習に復帰し12月にはベンチ入りも果たしたがしばらくはマルコ・ストラーリの控えとして過ごした 2011年1月14日のコパイタリア5回戦のカルチョカターニア戦で実戦復帰。その後1月16日のエースバーリ戦でリーグ戦初出場を果たした。このシーズンは本来のプレーにはほど遠く遺跡後最小の16試合の出場に止まり、チームも7位に沈んでチャンピオンズリーグは愚かヨーロッパリーグの出場権すら獲得できなかった。2011 12シーズン久々にシーズン開幕から好調を維持し、セリエ A でチーム2番目となる35試合に出場した。チームはセリエ A 最小失点、2十失点で2002から03シーズン以来9年ぶりの優勝38戦無に貢献した。また、個人的にもサッカー統計組織、国際サッカー歴史統計連盟が21世紀のベスト GK ランキングを発表し、 一位に選ばれた。2015から16シーズン2016年3月20日のトリノ FC とのトリノダービーで1993の94シーズンに元イタリア代表 GK セバスティアーノロッシが記録した929分のセリエ A における無失点記録を更新する74分の無失点記録を達成。2016から17シーズン10月 ゴールキーパーとしては初のゴールデンフットアワードを受賞。1月には11度目のセリエ A 最優秀ゴールキーパー賞、またセリエ A ベストイレブンに選ばれた。2017年3月19日の UC サンプドリア戦ではユベントスにおいて史上最多出場記録となる39,706分を記録した。チャンピオンズリーグ準決勝エースモナコとのファーストレグの試合で、 チャンピオンズーグ100試合出場を達成。また、モナコの決定機を数回防ぎ、チャンピオンズリーグ史上初の6試合連続無失点、試合を達成した。チームは、セリエートコッパイタリアと、史上初の3年連続国内2冠を達し、チャンピオンズリーグでも、ブッフォン自身3度目となる決勝へ進出した。しかし、カーディフでのレアルマドリードとの決勝では、 クリスティアーノ・ロナウドに2ゴールを決められるなど4出を、必死1から4で破れ、またしても初のチャンピオンズリーグのタイトルを逃した。2016年11月には、J リーグのサガントスが、対談予定のあった、林明弘の後釜を取るべくオファーを送ったが、重要な戦力であるとして、ユーベガーが放出を拒んだ。2017から18シーズンのチャンピオンズリーグ、準々決勝。 第2戦では0から3とリード、トータルスコアでは3から3の中、試合終盤に PK の判定を不服とし、審判に猛抗議、退場処分となった。この1点が試合を決め、2試合合合計3から4で、敗れた。その後欧州サッカー連盟は、主催大会3試合の出場停止処分を科すと発表した。2018年5月17日、 会見を開きシーズン終了後にーベを退団すると発表した。セリエ A で前人未到の7連覇を成し遂げ、最終節で退団のセレモニーが行われた。2018年7月6日、パリ・サンジェルマン FC 以下パリ SG と表記と1年契約を締結した。ブフォンにとっては初のイタリア外でのプレーとなる。契約には1年の契約延長オプションが、 含まれている。リーグアンの開幕戦、SM カーン戦で、先発出場、カーンを無失点に抑えパリ SG でデビューを果たした。2019年2月12日に行われた、CL ラウンド16ファースト、レグのマンチェスターユナイテッド FC 戦に先発出場。チームは、アウェー、オールドトランフフォードでの試合となったが0から2で勝利を、収めた。ブッフォンは、 この試合を無失点で終え、CL2 算50回目のクリーンシートを達成。エドウィン・ファンデル・サール、イケル・カシー・ジャスに次ぐ、歴代3人目となる偉業を成し遂げた。2019年6月、パリ SG との契約を延長せず、対談することを発表。2019年7月3日、フルス・ユベントスに1年契約で復帰した。背番号は、パルマ時代と同じ77番。 1997年10月29日に、モスクワで行われた 1998FIFA ワールドカップ欧州予選プレイオフロシア戦の第一戦でデビュー、ジャンルカパリューカの負傷による途中出場。ちなみに18歳11ヶ月での代表デビューは、イタリア代表の GK 史上2番目の若さである。1998FIFA ワールドカップでは、20歳で、 最終メンバーに選出されるも、出場機会はなく、チームは準々決勝で、フランスに敗れた。ユーロ2000では、大会直前に左手を故障し、メンバーに選出されなかった。2002FIFA ワールドカップでは、政治 EK としてプレーするも、ベスト16で韓国に敗退。4試合出場5失点。ユーロ2004では、政治 EK としてプレーし3試合に失点。 うち PK で1失点という結果だったものの、チームはグループリーグ敗退。2006フィ f a ワールドカップでは、自身のサッカー突ク疑惑による試合への影響が心配されたが、大会7試合を通じて2点しかゴールを許さず、1点はクリスティアン・ザッカルドのオーオンゴール、1点はジネディーヌ・時ダの PK からの失点であり、試合の流れの中でゴールを割られることはなかった。また、 ファビオ・カンナバーロも活躍し、後にバロンドールを二人で争うこととなる。さらに、W 杯史上4番目の長さとなる460分連続、無失点という記録を達成し、イタリアを優勝に導き、最優秀ゴールキーパーとして、レフヤシン賞を受賞した。ユーロ2008では、調子の上がらないチームの中、グループリーグ第2節のルーマニア戦で、 アドリアン・ムトゥの PK を止めるなど活躍を見せたが、チームは準々決勝で、スペインに PK 戦の末、敗れた。また、大会直前に、ファビオ・カンラバーロが、負傷離脱したため、ルーマニア戦を除く3試合をキャプテンとして臨んだ。4試合出場4失点。2009年11月14日に行われた、オランダとの親善試合で、イタリア代表史上4人目。 GK としては2人目となる100試合出場を達成。2010FIFA ワールドカップでは、グループリーグ第一節のパラグアイ戦で、追加版ヘルニアにより前半のみの出場で交代。その後の試合は欠場し、イタリアも一勝もできないままグループリーグ最下で、大会を終えた。1試合出場1失点。2011年11月15日に行われた、 ウルグアイとの親善試合で、ディノ・ゾフの持つイタリア代表 GK の出場記録、112試合に、肩を並べた。ユーロ2012では、脱カテナチオを図った、新生イタリア代表のキャプテンとして、ゴールマウスを守り、決勝に進出。グループリーグ初戦で対戦したスペインと優勝を争うが、豊富な運動量が要求されるシステムに、大使選手たちの疲労はピークに達しており、 チームはなす術もなく敗退。準優勝に終わった。自身は決勝こそ4ゴールを許したものの安定したセービングを披露。初戦のスペイン戦ではフェルナンド・トーレスのドリブル突破に対し自ら飛び出してボールを奪うなど足元の技術の高さも見せけた。2014FIFA ワールドカップではアントニオ・カルバハル、ローター・マテウスに次いで史上3人目となる。 ワールドカップ5大会連続メンバー入りを果たした。コスタリカ戦とウルグアイ戦に出場し、いずれも1失点ずつ。ユーロ2016が最後の国際大会になると述べたが、代表でのプレーを 2018FIFA ワールドカップまで延長する意向を示した。ユーロ2016でもキャプテンとしてプレードイツ戦ではマリオゴメスとの1対1を止め、このプレーが UEFA セ a オブザシーズンにノミネートされた。2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではスウェーデンにプレーオフで敗れて2017年11月13日に代表引退を表明した、その後2018年3月のアルゼンチンとの親善試合ではルイジ・ディアジョ暫定監督の求めに応じ代表復帰した。2018年5月24日現在、 国際 A マッチ176試合0得点、1997年から2018年。通算、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。